はいどうも、テラコサリー、テラコスタでございます。今回もですね、数 A、高1の1学期、期末特効についてやっていこうかなと思っております。単元は場合の数と確率の中のですね、3つの集合の要素の個数についてやっていこうと思います。ざっくり言うと和集合の要素の個数を求める解説をしていこうと思います。 まず、えー、3つの集合の個数とはってことなんですけども、要は A と B と C が重なり合って、えー、ある、えー、和集合のことを3つの集合と言いますよと。集合 A、集合 B、集合 C が、えー、重なり合ってますよと。ダブってるのがありますよっていう状態。これが3つの集合というものになります。この中の要素の個数を求めるにはどうしたらいいのかっていうのをですね、 解き明かしていこううと思うんですけどもまずはですね、2つの集合の個数、要素の個数の求め方について考えていき,いきたいと思います集合 A と集合 B の和集合、ねえー、どういうものなのかってことなんですけども例えばの話、えー、1、3、5っていう集合 A があって、5、6、7っていう集合 B がありますよと、ね、1、3、5を要素,要素する 要素とする集合 A 567というものを要素とする集合 B、えー、ダブってるの何この赤い部分何って話したら5ですよねで、そうすると要素をダブって数えてしまうので1個多くなってしまうんですよね5が1個多くなってしまうんですなのでえー、まあその個数要素の個数を表す場合には えまあ集合ね和集合を A または B というものをカッコで,ですね囲ってえ要素の個数を表すナンバーという N をですカッコの左端にえ弾き飛ばしてえ表しますよということなんですけどもこのお和集合の要素の個数の求め方はまず集合 A と集合 B を足しますよと。 足して和集合なんでかぶるものがダブるものが出てきますよとでそのダブるものを数えてしまうと様相の個数が1個割り増しになってしまうのでそのダブっているものを消していきましょうねっていうのがマイナスの n の a かつ b というものになります共通部分を差し引きましょうね A と集合 A と集合 B を足して共通部分を抜くと和集合の要素の個数を求めることができますよっていうのが2つの集合の個数の求め方ですよろしいでしょうかじゃあ集合 A 集合 B 集合 C っていうのはどういうふうに求めるのかということなんですけどもこの集合 A 集合 B 集合 C の和集合の求め方として まああの、重なってるんで、ダブってるんで、ダブってるものをまず消していきましょうね。っていうのは基本原則。それは先ほどの2つの和集合のお話と変わらないんですが、まずイメージしてほしいです。集合 A と集合 B でダブってますよね。これ消しましょうよと。集合 B と集合 C、間ダブってますよね。これ消しましょうよと。 で、集合 C、集合 A、ダブってますよね。これ消しましょうね。ってやるんですで。やってしまうと、あの、消しすぎてしまうっていうことが3つの集合以上だと生じてしまいますよ。えー、ということに要注意です。2つの集合はただダブってるものを消して数合わせすればよかったんですけども、集合 A、集合 B、集合 C、 集合 A というのに関して例えば A のものを1個多く消してしまう可能性があるんですで A と B で A が消えます B と C で C が消えます C と A で A が消えますみたいな形になってしまった場合 A ですね必要なものまで消しかねないんですね共通部分というところでなので、まあ、計算式として、えー、そのの 消しちゃいけないものだけ一回戻しましょうかっていうね、えー、形を取ります。この計算式で表しますと、えー、A または B または C というですね、えー、和集合の要素の個数を求める場合、イコール、まず A と B と C を足します。A と B と C を足して、ダブってるところを消していきます。えー、A かつ B、B かつ C、A かつ C。 いいいうものを差し引いていきますでそうしちゃうとでどっかでダブってね、えー、ダブったものをです、ね、2回消してしまって0にするみたいな形になってしまうので、えー、集合 ABC の共通部分で消えちゃいけないものを 1, 1個足しますよっていうような考え方なので、えー、N 括弧 A または B または C 括弧閉じて ABC の和集合の求め方は集合 A、集合 B、集合 C を足してダブっているものをそれぞれ消して消しちゃいけない ABC のです、ね、共通のものを残しましょうといってプラスになりますよ、ね、そういった形の思考言葉の仮定論理を思っていただければこういう計算式を理解できるのではないかなというところでございます ということで、ですね、今回はここまでになります次回はですね、和の法則と積の法則について語っていこうと思いますのでこの動画がためになったという方は高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたしますではまたお会いしましょうまたね